ズハンフローレンスウールウードマスデバリアコッキネア、マズダフォリアコキシニアは、マスデバリア属を代表する卵化植物の一種。化学片が大きく広がり、円形をなす。この属では大型になる種で、地上性。葉の長さは15から30センチメートル、線状長楕円型で肉厚。開花期は、冬から春、主に5月。花は高さ25から60センチメートルにも達し、 直立して先端に一つ花をつける。花は、径が5センチメートルほど、学片の基部は互いに融合して、細い筒状。背学片は細くて針状で、先端は、お状に伸び、上に曲がって背後に反り返る。側学片は、半ばまで互いに融合し、全体として、楕円状。先端は細くなって内向きに曲がる。花色は、紫色,色が基本だが、変異多く。 日赤、桃色、白、黄色などがあっていずれも鮮明な色をしている。筒状部に隠れた側花弁は、ほぼ長方形、新弁は、楕円状長方形でいずれも白い。学名の種照明は、非公色の意味で、花の色による。コロンビア北部のサンタンデルの東側山脈、標高2500から3600メートルを原産と、する。雑木林の地上や岩場に生育する。 白花洋蘭として栽培される。本種は、この属を代表する、未可種とされ、評価が高い。ただし、生育地が高標高の地域であり、日本では夏の暑さに耐えられない典型的なクールタイプである。日本では、寒冷な地域でなければ、冷房施設が栽培に必要である。以下、被災は主に、辛さは慣習 P349、P 宇田川 P200、岡田 P147。ありがとうございます。